の皆さん、こんにちは、沖縄のかです。はい、ということで今回もちょっと動画を撮っていきたいと思うんですけど、今回はそのダイエット中でも食べても大丈夫なヘルシーお菓子作りをしていきたいと思います。まあ、今回何を作るかと言いますと、まあ、いろいろ調べたわけなんですよ。こんなダイエット中でも食べれる美味しいお菓子はないかな、調べたところちょっと良さそうなのを見つけたので、はい、ということで今回作っていきたいのが、食べても太らない簡単おからクッキーを作っていきたいと思います。イエーイ、ヘルシーおからクッキーということで、おからってやっぱりちょっとヘルシーだし、あの食物繊維がたくさん入ってるから多分便秘の改善とかにもいいみたいで、なのでちょっと今回そのおからを使ってヘルシークッキーを作っていきたいと思います。せーの、ゴー。はい、ということで今キッチンに来たので早速作っていきたいと思います。で、今回使うのがこちらのおからパウダー、いりごま、豆乳。じゃあこちらを使って早速作っていきたいんですけど、本当にめっちゃ簡単、今回しかも簡単だし、しかもヘルシー。はい、というわけでまずはおからパウダーを大さじ3入れていきたいと思います。はい、今大さじ3入れました。そしたらこの豆乳を大さじ3入れていきます。OK。 はい、そしたらこれ、この中に、あとお砂糖でした。グラニュー糖を大さじ1入れていきます。さっきちょっと夜ご飯におから入れてみたんですけど、なんかめっちゃ腹持ちがいい気がする、やっぱり。はい、お砂糖も入れていきます。そしたらいりごまも大さじ1入れていきます。この4つだけ、4つ入れるだけでできちゃうからめっちゃ簡単。あ、やばい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 、最悪。ちょっと待って、ちょっと最悪なんだけど、もうやだやだやだ、あれもうやだ、最悪。このいりごまを入れていきます。これを袋の中で、まあ入れられたんですけど、これを袋の中で混ぜていきます。でもなんかちょっと豆乳入れすぎたかなと思ったんですけど、結構硬くなってきた。あ、すごい、なんかちゃんとクッキー生地みたい。女の子の日の前とか、女の子の日の時ってちょっと甘いもの食べたくなったりするじゃないですか。でも本当にダイエット中のめっちゃ敵だと思うんですよ。でもそういう時とかにちょっとヘルシークッキーだったら食べても、普通のお菓子とかクッキー食べるよりも全然いいと思うので、今回は作りたいなと思います。はい、今こんな感じで混ぜれました。袋の中でちょっと伸ばしていきたいと思います。で、できるだけこの時に薄く伸ばすのがポイントみたいです。薄い方がこうパリパリ感が出る。まあ大体こんな感じで今こんな薄く伸ばせました。袋を開けて適当に大きさを切っていきたいと思います。ちょっと切ったらこっちに並べていく感じでやっていきたいと思います。切っていきます。あ、やばい、めっちゃちっちゃくなっちゃった。めっかで、切れたやつをクッキングシートの方に載せていきたいと思います。
でも薄くやりすぎちゃうとこう剥がすのがちょっと難しくなっちゃうので、程よい厚さがいいかもしれないです。だから一回ひとまとめにしたいと思います。いい感じじゃないでしょうか。はい、よし、いいでしょう。こんな感じで並べられました。そしたらちょっとレンジで、はい、そしたらこちらを500ワットのレンジでまず表面表を4分焼いていきたいと思いますちょっと500ワットで4分加熱します。今だいたい1分ぐらい焼いたんですけど、フォークで穴を開けること忘れちゃってて、ちょっと一旦取り出したのでフォークで適当にプサプサ、もうこの時点でめっちゃいい匂いする。こんな感じでいいかな。はい、ちょっと穴を開けられたので、ちょっと残り時間また焼いていきたいなと思います。ちょっと表を4分500ワットで4分温めた後なんですけど、こんな感じです。で、ひっくり返して裏を500ワットで1分ぐらい温めて、1分ぐらい、焼いていきたいなと思います。でちょっと今はい、こんな感じで今ひっくり返せたので、裏を1分ぐらい今から温めていきたいと思います。はい、というわけでこんな感じで今表と裏、ちょっとこれ焦げちゃったんですけど、表と裏焼いてきてこんな感じで完成しました。で、なんかカサカサというか、なんかパリパリというか、そういう感じになれば大丈夫みたいで、結構裏面がカサカサしてていい感じなので、はい、こんな感じで完成です。はい、ということで完成しました。イエーイ。クッキーの匂いがする。本当に使ったものっておからと砂糖と豆乳とごましか使ってないのに、めっちゃ普通に甘いクッキーの匂いがして、あ、美味しそう。ちょっと早速食べてみたいなと思います。いただきます。甘いわ。おからだし、その甘さ的にクッキーほど、なんだろう、やっぱ甘くないのかなとか思ったんですけど、思った以上に甘い。このダイエット中にちょっとなんか甘いもの食べたい、お菓子食べたいって時に本当にめっちゃぴったりだと思う。美味しい。この焼くだけでも完成でいいんですけど、もっとサクサク感が欲しいよって人はフライパンで、まあ、両面ちょっと30秒ぐらい焼くと、なんかもっとカリカリになるみたいです。
あ、聞こえますか？サクサククッキー、薄いやつば結構サクサクします。ヘルシーでしかも美味しいので、ちょっとこれはダイエット中の方にも本当にぴったりなお菓子だと思います。本当にめっちゃおすすめです。ぜひちょっと作ってみてください。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。ぜひこの動画が少しでもいいなと思ったらチャンネル登録、高評価、コメントの方お待ちしております。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。